管理者の産業新聞です。これから実例会見を始めます。終了時刻は11時を予定しています。ご協力をお願いします。本日は知事からの発表項目はありませんので、管理者質問に入らせていただきます。新規感染者数が高止まりする中、福山市の医療機関や高齢者施設でのクラスターが入ってきました。県総合及び県全体での医療提供体制の現状と今後の病床、宿泊療養施設確保の見通しなど、これからの対応について伺います。はい、現在の感染状況ですけれども、12月に比べるとですね、減少傾向を見せているということになりますが、県内各地ではクラスターもまだ発生しているところでありまして、全国でも拡大の気象が続いているというところで、決して気候を緩めてはいけないという状況だと認識をしております。で、医療体制についてですが、県の東部に関しては昨日から2018日からホテルを移動の稼働を始めまして、合計で150室の宿泊療養施設を確保しているところであります。で、これによりまして現在、県全体で言いますと病床が479床、重症病床は30床、宿泊療養施設は1038室確保しているところであります。今後の病床、宿泊療養施設の見通しですが、病床につきましては感染の再拡大に備えて500床以上が稼働できるように関係の医療機関と調整を進めているところであります。宿泊療養施設につきましては現在県の西部において改修工事中のホテルが20日から再稼働する予定でありまして、これによりまして県全体で1000室の宿泊療養施設を確保、以上ですね、確保できるところであります。で、さらに追加で400室程度ですね、確保としておりまして、合計で1400室程度までホテルを確保するという形となっています。で、確保したホテルの稼働時期につきましては今後の感染状況などを見極めて適切に判断していこうと考えているところであります。この件について質問があるか挙手をして社名を名乗ってからお願いします。なお、プラス役者の方が通訳しやすいよう、質問ははっきりとおっしゃっていただきますようお願いいたします。はい、では、ないようですので、一般質問に移ります。他に質問がある方はお願いします。NHK の井原氏と申します。県の集中対策で行う広島市内の集中検査の関係でお伺いします。まず集中検査の詳細なんですけれども、時期や実施方法についてはその後検討が進みますでしょうか。はい、実施方法についてはですね、まさに、まだ今検討をしているところですけれども、実としてはですね、できるだけ早くということですが、2月の早いタイミングにはしたいと。期間は1ヶ月ぐらいはかかる、場合によっては2ヶ月ぐらいはかかるかもしれませんが、という想定であります。それから、昨日の県内の感染者がおよそ30人、感染者も相当減ってきているわけです。集中検査についてはどの程度に実施されるかというと考えると、実際にこの検査にかかる費用も相当拡大になるという予想もありますけれども、そのかかる費用を飲食店以外の関連産業に、例えば支援で回すべきではないかといった声も県民の方から上がっていますので、それについてはどうですか。まずですね、やはり感染を抑えるということが非常に重要だと思います。結局
感染者が増加を、また再度増加をしていくなどすればですね、この飲食をはじめとするいろんな事業へのインパクトが長期に継続してしまうということで、まず感染拡大を止めるということが第一の、必要なことだと考えます。で、その上でですね、今この準備を進めているところですが、それでは予定通り現時点では進めるとしているところです。で、もちろんですね、感染者がもうこれは完全に収束したと言えるような状況になったらですね、それはまた別途判断していくことがありますけれども、現時点ではですね、予定通り進めていくということです。それから予定通り行った場合にですね、80万人が最大対象になるわけですけれども、専門家の方からは、利用者の問題で、陽性者が大量に出るという懸念も上がっています。で、そういった陽性者を受け入れるための、医療機関ですとか、宿泊療養所などの受け皿については、それはどのように思いますか。これ、やはりちょっと誤解があると思うんですけれども、陽性者というのは、検査をすることに増えるわけではないんですね。陽性者という方が既にいて、それが判明するということですね。で、特に僕の場合ですね、ほとんどが無症状の方だというふうに考えています。で、そういう意味ではですね、医療機関などで治療が必要な症状がある方ではないと。逆に言うと、症状がある方は、病院等でですね、今、検査で発見をしているわけですし、逆に言うと、そういう方はですね、こういう検査はしようがしないが、入院が必要な方ですから、そういった方にはしっかりと、いずれにしてもですね、こういう検査をしようがしないが、対応する必要があるということですね。あとはホテルですけど、できるだけホテルで、療養していただきたいと思いますけれども、もし一緒に人数が増える場合にはですね、自宅療養というのもあるかもしれません。ただこれもですね、検査しなければ知らないで、その行動しているということになりますので、自宅であってもですね、他の人に、との接触を減らして、感染を抑えて、家族の感染が心配だという方もいらっしゃるんですけど、これも検査をしなければ気づかずにですね、家族の感染をさせる、可能性もより高いというふうに思ってますので、感染をする検査をすることによってですね、そこの、感染拡大は抑えて、いけるではないかというふうに考えているようです。で、利用者の問題はですね、これよく指摘されるところで、去年ですね、検査のなかなか拡大しない、あるいはそれに対する検査を拡大するのに対する関西の技術資料があるということだと思います。ただ現実としてですね、実際のその偽陽性というのはかなり少ない、というふうに考えていますし、そこはですね、これももちろん先ほど申し上げたように、もう市中感染がもうほとんどないと言われるような状況になったらですね、これはまた別の話ですけれども、そこはリスクとメリットと比較として考えるときにですね、感染を抑えるための、にはですね、このメリットも大きいというふうに考えているということです。最後に集中検査の実施方法については、ある未定ということなんですけれども、例えばですね、近所のクリニックで受けられるようにするですとか、あるいはその簡易検査キットを各住民に送るですとか、だからそういった現段階で、浮上している案というのはお話できれば。案としてはですね、もちろんいろんなところで、来ていただいて検査をするという、それどこで来ていただくかということはですね、いろいろ検討しています。でクリニック等もあるんですけれども、その場合にはですね、やはりその通常の患者さんとの同性の交錯であるとか、
まあ、人数がさばききれないとかですね、まあ、いろんな課題があるというふうに思っています。で、きっと郵送するというのも、送りするというのも、まあ、検討しましたけれども、そのぐらいにですね、その郵送先に何人いるのかということを把握する必要があるんですね。まあ、それは適当に見込んで送るとですね、足りるとか余るとか、足りないとか余るとか、いろんなことも思ってるんですけど、それは難しいかな。まあ、どこかでピックアップをしていただいて、で、検査していただくというのはあると思いますし、まあ、どこかで来ていただく場合にもですね、かなりの、その場合には、まあ、それなりの数、あるいは非常に大きな会場というのを用意する必要があるということがあって、で、まあ、それを、まあ、どういう形で使うのがいいのかということをですね、